幼者の出現以来、諸葛亮は一人の男を探し続けていた。宝刀は卸との戦いの後隠遁し、いずこかへ行方をくらませていた。だが未曾有の危機を前にして、その才を遊ばせてはおけない。諸葛亮は四方八方に手を尽くして宝刀の行方を求めた。やがて服部半蔵から情報がもたらされる。小牧長久手に一軍で妖魔を翻弄する者がいると。わずかな兵力で妖魔を撃退する見事な知略、その他様々な情報を集め、諸葛亮はそれが宝刀だと確信した。そして我領は宝数を得るために小牧長久手へ向かった。様々な情報を統合した結果、この地に宝刀がいることは間違いありません。ただ一軍にて妖魔を翻弄する、見事な知略。しかし出る杭は打たれるもんじゃ。この妖魔の大軍、宝刀を撃つためだけに集められたのじゃろうて。どれほどの大軍であろうと、私と宝刀が揃えば問題はありません。もちろん策を実行していただく勇猛な将が必要ですが。おい、持ち上げてくれるの？任せておけ。期待に応えよう。宝刀は追い詰められていますね。急ぎ救援に向かいましょう。よし、そろそろ終わりにしようぜ。一気に押し込め。このようなところで、あなたを失うわけにはいきません。お主の知恵、まだまだ必要とされておるぞ。やれやれ、人使いが荒いね。メッス。それ。覚悟を決めてたんだがね。あなたにはまだ生きて働いてもらいますよ。助けが入ったのかよ。もう少し楽しめそうだな。少々敵の数が多いですね。ここから巻き返すには。家計の準備ならできてるよ。実行に移すには手が足りなかっただけでね。
さすがですね。では私も次の策の準備にかかりましょう。さて、工作兵の護衛を頼めるかい。一番効果的な場所で火をかけたいんでね。火警地点へは橋をかけていくよ。作業の間しっかり守っとくれ。ふいっ、骨ごと噛み砕いてくれよ。それでは火境に取り掛かります。なんだ、奴ら何かをやり始めたな。口当てろ。なんだ、人間どもは橋を架けたのか。こいつはいい、逆に攻め込んでやれ。うまく敵を引きつけられたようだね。もう少し引き込んでから火を放とう。よし、間に合ったな。我らも人間どもを蹂躙するぞ。貴様はここで口当てろ。こっちも続くぞ。やりますな。さて、これはいかねえ。
べえ、奴ら火をかけやがったのか。火がかかりましたか。では貴様はここで口当てろ。橋をかけ敵陣にまで火を及ぼす。さすがですね、ホート。いや、何、お前さんの後押しがあったからだよ。あちち、火に囲まれちまった。こりゃたまんねえ。このままじゃ火にまかれちまう。早く門を開けろ。さて、家計はうまくいったね。あとの力仕事は頼んだよ。おいよ、任せ。ターゲット来たわ。答えよ。こんなに燃やしやがって、尻尾がちょっと焦げちまったじゃねえか。この感じやめられない。やってらんねえぜ。あばよ。あー、楽しかったっと。オロチが倒れてやっとゆっくり隠居できると思ったんだがね。以前にも増して世の乱れは深刻です。あなたに隠居されてしまうわけにはいきませんね。やっぱりやらないとダメかね。わかったよ、一緒に行こうじゃないか。